今週末は南岸低気圧の影響を受けそうです。まず予想天気図見ていきますと、23日土曜日、先島諸島 周辺で発生した低気圧が発達しながら日本の南を、通過をしていくということになります。24日になりますと、本州の南の海上、そして25日になりますと、関東沖ということになります。この発達率からいきますと爆弾低気圧ということにもなりそうです。関東地方、西日本、東日本ですけれども、この低気圧の影響で広い範囲で雨、特に関東地方は暴風雨ということになりそうです。日曜日の夜から月曜日にかけては交通への影響も出るということが懸念されます。天気アイコンで改めて見ていきますと、低気圧の影響でかなり広い範囲で雨ということになります。これまで晴れる日が多かったんですけれども、しっかりとした雨ということになりそうです。特に24日から25日にかけては関東地方は風も強く、暴風雨という可能性も出てきています。今後の最新の気象情報を確認していただければと思います。